丸の内サディスティック、歌舞伎町の女王本能など数々の名曲を世に生み出し続ける椎名林檎。東京事変のボーカルとしても知られており、幅広い年齢層に支持されているアーティストだ。彼女が音楽の世界に足を踏み入れたのは幼少期の頃、クラシックが好きな父とバレエの経験を持つ母の下で育てられた。音楽に囲まれた環境で育った彼女は中学生になると友人とバンドを結成、また高校でも軽音部に入るなど音楽活動を続けていた。その中でコピーバンドとして演奏を続けているうちに作詞作曲に興味を持ち、自然と自分で音楽を作るようになる。そして高校2年時にはティーンズミュージックフェスティバルに出場、福岡地区でトップとなり全国大会では奨励賞を受賞した。そして高校3年生になる直前に高校を中退し、アルバイトをしながらデモテープを送る生活を続けていた。そんな地道な日々が一変したのがザ・フィフスミュージッククエストジャパンの福岡大会。バンドとして出場したが、大会の関係者から、演奏を聴かせてもらったよ、ソロで挑戦してみたらどうだいとのアドバイスをきっかけに、決勝ではソロ椎名林檎として出場、自作のここでキスしてを歌い優秀賞を獲得した。またこの大会では愛子も同じく優秀賞を受賞しており、その後愛子とは音楽活動やプライベートを通じて交流するようになる。この大会で複数のレーベルから声がかかり、そのうちの一つの会社と契約。そして1998年シングル「幸福論」でメジャーデビューを果たした。その後歌舞伎町の女王をリリースし、じわじわとファンを増やしていき、翌年に発売したシングル「ここでキスして」が大ヒット。また続けて発売したファーストアルバム「無罪モラトリアム」もミリオンヒットを記録。ここで一気にブレイクを果たした椎名林檎は全国ツアーを開催、各地の音楽イベントにも多数出場するようになった。その後はシングル「本能」をリリース。ナース姿で歌う彼女の姿が話題となり、またしてもミリオンセラーとなる。2000年にはアルバム「ショーソストリップ」を発売し、230万枚を超える売り上げを記録。この大ヒットがきっかけで日本ゴールドディスク大賞のロックアルバム・オブ・ザ・イヤー、そして日本レコード大賞のベストアルバム賞を受賞。メディアにも多く取り上げられ、世間一般に広く知れ渡るようになる。ところが2003年頃にはモチベーションが上がらない、もう引退しようかな。そこで、そうだ、バンドを組んでメンバーのために曲を作ればやる気が出るかもという考えから生まれたのが東京事変だった。自らライブハウスに足を運び、メンバーにしたい人に声をかけていった。結成当初はツアーでのバックバンドとして演奏していたが、2004年からは正式なバンドとして活動がスタート。5月に開催されたフジロックフェスティバルでは入場規制がかかるほどの人気を集め、9月にシングル「群青日和」でデビューを果たした。とてもクールで色気のある「群青日和」の PV は世間を沸かせた。その後もアルバム「教育」「バラエティ」をリリース、全国ツアーも開催し、多くのファンを魅了していった。そして2008年の椎名林檎ソロデビュー10周年をきっかけに、東京事変の活動は縮小し、椎名林檎としてのソロ活動を少しずつ再開。その翌年には6年ぶりにリリースしたソロ名義のアルバム「三文ゴシップ」でオリコンチャート1位を獲得。東京事変の活動は2012年に開催した日本武道館での公演をもって解散となった。その後は再びソロ活動をメインとし、カーネーション、日本、市場の人生などヒット曲を続々発表。2011年には NHK 紅白歌合戦に初出場し、2014年以降からは連続で出場を果たしている。引き寄せられるような歌声と独特な世界観が魅力的な椎名林檎。
彼女の勢いは今後もますます加速していきそうだ。このチャンネルではこれからこのような漫画をどんどん投稿していくので、見逃したくない方はチャンネル登録・高評価よろしくね。